それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は主に多項式とそれから多倍長数の乗算の話をしました。で、あと加減乗除の基本的な算術で残っているのはその乗算だけですので、今日は前回の最後の方でその整数の乗与付き乗算という話から入りましたけれども、その乗算の残りの部分を説明しまして、その次は第4章のユークリッドの誤助法に進みたいと思います。で、テキストですと、一応22ページの下段の方なんですけれども、一応いくつかの言葉の定義がありますので、それを復習しておきましょう。ちなみにこれ定義2としておりますけれども、これは僕の方で勝手につけた番号で、前回の最後 の、 そのセクション 2.4 の乗与付き乗算の最初のところで、その整数の乗与付き乗算が成り立ちますという性質を定義1としましたので、それに引き継いで番号をつけております。で、その前の時間の最後にありました定理のところで、その A と B と Q と R という整数が出てきました。で、これは一応定理1とこう同じものとしますということなんですけれども、どういうものだったかと一応復習しておきますと、与えられた A と B 整数で、あと、B が正の数のときに、こういう Q と R が存在して、こういう関係式、かつ、R は比符で B より小さいと、そういう Q と R が存在しますということだったんですけれども、一応そのこう割り算に関する言葉を一通り確認しておきます。まず今のようにして与えられた A と B に対して上の Q と R を求める計算をその A の B による除算というと。で、一応この授業ではこの計算のことを皆さん、小学校以来使っている割るの記号を表して A 割る B というふうに表します。で、その上で、その A と B と Q と R にそれぞれ名前がついておりまして、一応、皆さん多分ご存知だと思いますので、テキストの内容をもとに読みますと、A が非乗数ですね、それから B が乗数、それから Q が小、から R が乗与なんですけれども、ちょっと Q と R の記述を一応書いておきましょう。英語ですとクオシエントと言いますが、
テキストではこの小 Q のことを ARB と書くというふうに書いていますけれども、これですとその序算の操作とこう混同する恐れがありますので、ここではコーシエントの頭の3文字を取って Q を括弧 AB と表すことにします。それから R はリマインダーなんですけれども、これはこれテキストの記述に従って、まあ、A モード B というふうに書くことにします。で、余談なんですけれども、このリメインダーとかにリメインダーによく似た単語でこう日常よく使われる言葉にリマインダーという言葉がありまして、リマインダーという言葉はまあ皆さんの中にはすでに使っている人もいるかもしれませんが、その何か予定ですとかこう言われていたことを忘れないように思い出すとか、そういう意味で使われることがあります。例えば何かの打ち合わせとか会議があるときに、その1週間前に会議やりますって送ってから会議の前の日にそのリマインダーとしてもう一度送りますっていう感じで、こう会議の参加する人にこう忘れないようにこうもう一度注意を促すというようなメッセージでリマインダーという言葉を使いますけれども、僕みたいにこちらの剰余のリマインダーとこう普段頻繁に使っていますと、このリマインダーを人に送るときに間違ってこっちの方を剰余の方を書いて、例えば酒井先生に送ってしまいまして、後から気づいてですね、すいません、今の間違って剰余って書いて送ってしまいましたというようなことをやってしまったことがあります。まあ、皆さんも適宜気をつけてください。でそれからと、最後にA を B で割る序算を、まあ、A 割る B と書いたんですけれども、まあ、それに対して、その小の Q とそれから剰余の R を同時に求める操作ですね。で、これを、まあ、小と剰余の Q と R をこう括弧で並べて表しまして、まあ、A 割る B の結果を、まあ、Q と R の組に代入すると、まあ、こういう形で表します。まあ、これは主にそのアルゴリズムの記述の中で表すので注意してください。ここまでいいでしょうか。で、一応、まあ、このような形でその整数の剰余付きの序算とそれのための言葉を確認しましたので、次に、今度は多項式の剰余付きの序算に進みたいと思います。で、多項式に関してもその、まあ、この授業で扱うのは対象は一変数多項式ですが、一変数多項式に対しても整数と同じようにですね、序算に関してはその、まあ、2つの多項式に対してその整数と同じように序算ができて、で、まあ、ある制約を設けるとその、まあ、小と剰余が1に定まるというような性質が成り立つということが知られています。もうちょっと詳しい話はまた後の方ですね、ゆっくりそのご情報に進んでからすると思いますけれども、まあ、一応そういう基本的な知識をもとに序断の、まあ、皆さんが
いつもやっている序断をですね、こうアルゴリズムの形で表すことができます。でここでは、まあ、AX と BX という2つの一元数多項式を整数を係数とする多項式としまして、でそれからもう一つ、その BX をモニックという条件をつけます。で、これからその実際に AX を BX で割るその序断のアルゴリズムを確認しますけれども、係数が整数の場合には、その BX をの、その主係数ですね、最高次の係数を1にしておかないと、そのうまくその小が求まらない。そうでないと係数の割り算が発生しますので、まあ、そこだけ気をつける必要があります。なお、もしこの係数がですね、仮に有理数だったりするような場合には、こういう制約はもちろんいらなくって、まあ、その都度、係数も適当に割り算してうまく小を求めていくことが可能です。ということで、今度はアルゴリズム書きますが、テキストの23ページの真ん中ら辺にあります。で、入力をまず定めましょう。まず入力は、まあ、AX と BX なんですけれども、まあ、AX は K 次の多項式、それから BX は M 次の多項式とします。で、先ほども説明しましたように、BX はモニックですので、この BX の M 次の係数は1として入力します。で、今度は出力ですけれども、まあ、剰余付き序断ですので、まあ、小と剰余を出力することにします。で、出力の方は、まあ、QX と RX という2つの多項式を
出力することにしまして、で QX は小ですね、小ですのでその次数は入力多項式の A と B の次数の3になります。この場合 K-M 次の多項式になります。それから RX は乗与でして、で R の次数はこの、まあ、割る方の多項式ですね、BX の次数を上回らないということ、次数より小さいということになりますので、まあ、高々 M-1 次ということになります。で、しかも、まあ、これら Q と R が、まあ、このような小と乗与の関係を満たすという条件で出力することにします。で一応、そうですね、まあ、アルゴリズム直接書き、いきなり書いてもいいんですけれども、我々がやっている筆算がどういうふうにやってたかというのをちょっと思い出すために、少し計算例を端の方に書いておきましょう。まあ、A が3次の多項式で、まあ、B が1次の多項式のときに、まあ、筆算でどうやってたかというのを少し思い出しますと、まあ、最初のステップだけやりますけれども、まあ、こんな感じでその、まあ、多項式 の, その XI 乗という項は全部省略して係数だけ並べて書くことにします。でまあ、こうまず最初にこのような形で割られる多項式と割る多項式を並べた上 で最初に何をやったかっていうと、その、まあ、最初のにこの A さん最初は X3 乗の項を消すわけですので、ちょうどここに A3 を立てるわけですね。でそれで、これにその割る方の多項式を係数をかけたものを順に書いていきます。こうですかね。で、そうしますと、3次の項は、まあ、きれいに消えると。まあ、そのためにこうしたので当たり前なんですけども、あとは、この場合ですと、2次の項ですね。2次の項の係数で、まあ、引き算が1回起こって、まあ、あと1次の項と0次の項はそのまま残るわけですね。で、まあ、その次に、また今度はこの乗与の2次の項を消すわけですので、まあ、ちょうどこの乗与の項の係数が次の、下の次数の小 の係数になるという形でこう計算が続いていきます。一応それを念頭にこのアルゴリズムを読んでいきますと、次になるわけですけれども、最初の1行目でその、まあ、RI という変数に AI という変数をその順次代入しておりますが、まあ、これは、まあ、RX というのが最後にその乗与として返す多項式を入れておく変数なんですが、まあ、そこにですね最初初期値としてまあ割られる多項式 AX を代入しておいて、まあ、そこから順番にこうその、まあ、小をかける小の各次数の係数かける割る方の BX を引いていくという計算をします。
で次のステップで実際にその小と乗与のまあ各次数の項を組み立てていくわけなんですが、でこのステップはちょうどその今考えているこの小の係数を決めるところですね。小の係数を決めるときにはこのようにそのまあ乗与のその今残っている乗与の最高次の係数をそのまま今回は代入すればいいのでこのような形になります。あ、ごめんなさい、法文忘れてましたね。で今度はそのこの1個のその小の項に対して、まあ、乗与からそのこちらですね、割る方の多項式を順々に引いていって、まあ、次のステップの乗与の各係数を求めるということをします。で基本的にはこの2番のこう二重になったループの繰り返しで、まあ、乗与の計算が行われるということになります。で最後の段階ではその、まあ、小の Q の係数とそれから R の乗与の係数を並べたものをこう返してでアルゴリズム終了ということになります。で多分その初めて見る人はこのインデックスの決め方がいまいちピンとこないかもしれませんけれども、まあ皆さんいつもやってる序算とこう対応させながら見ていくときっと理解できると思いますので、まあ、そこはこう各自で少し丁寧に時間をかけて復習してみてください。何かここまで質問などありますか？で、アルゴリズムの説明をした後、お決まりの計算量の解析、見積もりなんですけれども、まあ、序算の場合も、その、今回は、係数の演算回数のみに、とどめておきます。ということで一応そのアルゴリズムの方をこう一通り眺めてみることにしましょう。で、まあ、今までもこう加算や乗算でやってきましたのでだいぶ皆さん慣れたと思いますが、まあ、ポイントになるのはそのこのアルゴリズム中に現れるループの回数とそれから加減乗除の演算の回数です。でまずステップ1から見ていきますと、まずステップ1はまあ、コア分でループがあるんですけれども、以前から説明しているように、この代入は今回、この授業では、演算回数には含めないので、ここでの実質的な
演算は行われなかったものとみなします。で次に、括弧2のステップなんですけれども、ここではその、いくつか算術演算が行われていますので、ループの回数も数えることにしましょう。最初の外側のループは、i が k-m から0まで動くとなっていますので、合計で k-m プラス1回のループが発生しています。で、その各ステップを見ていきますと、ここは代入分ですので、計算回数には数えません。で、次に内側のループが入ってきます。内側のループは何回繰り返しているかといいますと、j が m-1 から0回、0までですので、ちょうど m 回ですね、m 回繰り返しになります。すみません、ちょっと次のステップをちょっと書き間違えましたね。今の代入分の右辺が r の i プラス j マイナスという部分をちょっと先ほど書き忘れたので、すみませんが追加しておいてください。テキストには正しく載っています。で、このステップなんですが、見てわかるように、この QIBJ の部分で乗算が1回と、それからその後でここの部分で加算、引き算も加算に含めて加算1回行われています。以上がこのアルゴリズムにおけるで登場するその算術演算となります。で、そうしますと、ここで乗算1回、加算1回やっているのを、内側のループで m 回、でさらに外側のループで k-m プラス1回繰り返すということになっていますので、定数を除きますと、この時の係数の演算回数というのが、ここまでのまとめでは、k-m プラス1かける m と、ループの回数の積なんですけれども、こうなるわけで、これもう少し、展開して、あと、一番その影響のある項だけ残せば、オーダーの KM ということになりまして、でこれで結局その多項式の乗算の演算回数がどう見積もられるかというと、非常に大雑把な見積もりでは、その割られる多項式と割る多項式の次数の積に比例するという結論が得られます。あと一応、細かい話なんですが、この演算が得られるのは、k が m 以上の時ですね。ですので、割られる多項式の次数が割る多項式と等しいか、それ以上の場合であることにも注意してください。一応、このアルゴリズムは入力として、そうでない場合、すなわち割る方の多項式の次数がより大きい場合も取れることになっていますけれども、そのような場合には、この中を見て分かるように、この例えばこのステップ2の演算は実質的には行われませんので、そういう時には計算が発生しないようになっています。以上が
多項式の乗用付き乗算のアルゴリズムと、まあ、その計算量の見積もりでした。ここまで何か質問などありますでしょうか。はい。で、あと、そうですね、テキストの方には24ページに、その多倍調整数の乗用付き乗算というのが載っております。で、基本的にはその、まあ、普通の精度の2倍のですね、倍精度の整数をその単精度の整数でこう割った際の、まあ、剰余と、小と剰余ですね、回数機能がその、まあ、CPU に備わっているとしますというような説明があります。が、まあ、今回はそのこれ以上あまり深入りすることは避けておこうと思いますので、まあ、興味のある人は各自そのテキストの内容ですとかそれから問題の方を見てみてください。あとそれから、今しゃべっていて気づいたんですが、まあ、先週出してもらいましたレポートの質問の中に、まあ、僕はいつもその授業で多倍調という言葉を使っていますが、テキストの多精度という言葉と多倍調という言葉は同義ですかという質問がありましたので、一応確認のために申し上げておきますと、同義です。同じ意味です。僕が多倍調と言っているのは、その、このテキスト、高いですのテキストという多精度という同じ意味ですので、そのつもりで話を聞いてください。何か質問などありますでしょうか。それでは、一応第2章が終わりましたので、次に先日配布しましたテキストに従いまして、第4章のユークリッドのご助法に進みたいと思います。で一応、まあ、このユークリッドのご助法といいますのは、この名前にもありますように、そのユークリッドと、まあ、縁が深いわけでして、でテキストにも書かれていますが、そのユークリッドが書いたとされる、その言論というその数学の本に登場しているわけです。で、まあ、計算機科学で大変有名なクヌースという人の教科書によりますと、そのこのユークリッドのご助法というのは、その、まあ、人類の歴史の中で最も古くから今日まで生き残った自明でないアルゴリズムとか、今日まで生き残った自明でないアルゴリズムの中で最も古いものであるというような記述があります。で今でもその計算数学のいろいろな場面において、まあ、非常に重要な計算法の一つとして使われておりますので、まあ、ここでも一通りそれを学んでいこうというわけです。で、テキストの方を最初の方から読んでいきますと、まあ、そのユークリッドのご助法を扱うにあたって、まあ、使う代数の基本的事項の復習があります。
で一応今後の約束を通して一応ここから先は R を原則として可換換とするということに注意してください。でその上でこの、まあ、いろいろな言葉が定義されています。R のイデアルですとか、イデアルについては、その生成源、それから有限生成、それから単項イデアルといった言葉が定義されています。それから、このイデアルによる常用類ですとか、常用環という言葉も定義されておりますけれども、少なくとも僕が聞いている限りでは、これらの概念は全部、去年の代数入門で、出てきたか、あるいは少なくともその去年の代数入門で皆さんが使いましたこの代数の魅力という教科書には載っている事柄ですので、ここで改めてこう説明をいろいろ書くことは省略したいと思います。ですので必要な人は各自で復習しておいてください。で、まあ、代数の魅力の教科書を持っていない人に対しても幸いこの酒井先生がきちっとこの必要な定義を全部この授業のテキストに書いてありますので、必要な人はこちらのテキストで見て復習されると良いかと思います。それから、あと、そうですね、一応そんな感じで48ページは大体各自で復習するということにしましょう。それから49ページの定義 4.3 ですね。4.3 は一応名前だけでも書いておきます。ここでは一応約元とか倍元とか、あと、まあ、GCD、LCM といった定義がありますので、一応これは書いておきますか。その言葉だけ書いておきますので、まあ覚えているからいらないという人は別にこうわざわざ書く必要もないですし。一応こういう言葉を使うということだけ注意しておいてください。あとは単元ですとか、それから逆元、規約といった概念もありますので、この辺はこれから頻繁に出てくるので注意しておきましょう。
でそれからともう一つ注意点としましては、そのここにあります GCD とか LCM というのは一般に1位には定まらないものですけれども、例えば整数感の場合にはこれらをそれぞれ正の数にとるとかいうような、そのある程度の制約を求めれば1位に定まるという場合もあるということも注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。それでは、まあ、ちょっとここは進んでですね、次50ページのセクション 4.2 のユークリッド整域と互助法というところに進みたいと思います。今ちょっと喋ってからなんとなくイントネーションが変だったなと思ったんですけど、ユークリッド整域ですね。で実はちょっと説明が前後逆転してしまったかのようなところもあるかと思うんですけれども、そのこの前の部分でその常用付き序断のアルゴリズムをこう出したという背景にはですね、その常用、小や常用がこうきちんと定まる世界でこう計算をしているという前提がありまして、で、まあ、それをその、まあ、定めるのが性質がこのユークリッド整域と呼ばれる世界です。ので、一応、このユークリッド整域については、まあ、去年の皆さんが履修した第一次入門、もしくはその教科書においても、その例えば整数感では、そのあるこうルールで計算すれば、剰余と、小と剰余が1に定まるというようなことは、こうやっているんですが、そのユークリッド整域という言葉までは出てきていなかったようです。でもしかすると今年の大数学の授業で出ているかもしれませんけれども、まあ、一応このこれからこのユークリッドの互助法の話を進める上でも基本的な概念になりますので復習しておきたいと思います。R をここにありますように R を聖域としまして、それから D を R からまあ自然数 N と、それからまあマイナスの無限大というその数の和集合 N まあ関数とします。でこの時に、この正域 R とそれからこの写像 D の組が、この R と D の組がユークリッド整域であるとは、まあ、次のことを言います。ちょっと黒板が下の方になるので、すみませんが、次の左側に続けていただきます。
任意の R の弦 A, の B に A と B に対して、もし B が非ゼロならば、R の弦 Q と R が存在して、A イコール BQ プラス R と。それから、あと、その関数 D の R による値が、同じく B による値で抑えられると。以上の性質が成り立つときに、この R と D の組をユークリッド正域と呼びます。そして、このときにいくつか、こう、出てきたも、そのものなんですけども、例えば D、D は ユークリッド関数と呼びます。それから Q が正小ですね。で、R が先ほどやりましたけど常用です。で、一応この序算に関して注意しておくべきことは、この A と B 与えられた A と B に対して、Q と R が1位に定まるとは限らない、一般的には1位に定まると定まらないということに注意しておいてください。それからと、このテキスト50ページの下の方に定義 4.14 というのがありまして、互いに素という概念があります。これも皆さんよくご存知だと思いますけれども、与えられた AH から AN の GCD が単元の時ですね、この AH から AN は互いに素と。という定義になっていますので確認しておいてください。で、特にそのこのテキストの記法としては、その A と B が互いに素というときにこのような書き方をしますので、これも注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。それで、今述べましたように、GCD、そうですね、例えば、その整数、R が、ユークリッド正域である場合には、その GCD や、その LCM が存在すると。いうことが示すことができまして、あと、さらに、それを効率的に計算するアルゴリズムも存在するわけです。で、ユークリッドの互助法は、まず、もっと言えることは、GCD を計算する、非常に標準的な、現在に至るまで標準的なアルゴリズムの一つで
ありますので、ここからそのユークリッドのご情報の話に入りたいと思います。一応テキストの方ではですね、51ページの頭にそのユークリッドのご助法というアルゴリズムが載っておりまして、で、まあ、その下にその定理 4.15 ということで、そのこのアルゴリズムは停止して、その出力 D は A と B の GCD であるというふうにありますけれども、今回はその、まあ、定理の方からですね、先にこう示すことにしまして、そのこのようなそのアルゴリズムを与えることが可能であるという証明、まあ、アプローチで証明をしたいと思います。でこれから述べます定理はこのテキストには載っていませんが、後からちょっと引用する必要がありますので、まあ、EA というユークリデンアルゴリズムの頭文字を取って EA という名前をつけておきます。まあ、皆さんはそれ以外でも適宜自分で識別可能な名前をつけておいてください。で、ここではまず、まあ、A と B を整数としまして、さらに、その A と B に次の代償関係が入っているものとします。で、それに対して、まあ、これから乗用付き図段をこう整数上の乗用付き図段を繰り返しますけれども、まあ、それに対してですね、この あるラムダ、皮膚の値ラムダを定めて、それに対して、R の0、R の1、点点点、R の、まあ、ラムダプラス1というのと、それから、Q の1、Q の2、点点点から Q のラムダというのを次のように定めます。まず、まあ、A を R0 としまして、まあ、B を R1 として、それから、これは、その R0 を R1 で割った乗与を R2、それからその時の小を Q1。以下同様に、R の i マイナス1を R の i で割った小を Q の i、それから乗与を R の i プラス1。
でさらにこうどんどん計算していきまして、R のラムダは R のラムダマイナス2を R のラムダマイナス1で割った乗与。で最後に R のラムダマイナス1を R のラムダで割った小が9ラムダで、 R のラムダプラス1をが0に等しいとします。でこの時のそのラムダの値なんですけれども、もし最初に与えられた B が0の場合はこのラムダは0となりまして、それ以外の場合はラムダは正の値を取ります。でまあ、こうやってこうR の0から R のラムダプラス1という、こう列を数の数列を定めますと、まあ、しばしばこの R の i というのがその乗与列というふうに呼ばれますけれども、まあ、こうやってその乗与と小の列を定めます。でこの時に何が言えるかというと、まあ、1つ目は R のラムダがその A と B の GCD に等しくなるということが事実としては挙げられます。で、もう一つは、B が正ならば、このラムダというのはこの多項式じゃない、この乗与のですね、RI を並べた数列の長さなんですけれども、この R、ラムダがある定数で抑えられます。あ、定数、A と B に依存する数で抑えられます。ログ5分のログ B プラス1という数で抑えることができて、ただし、ここでのファイというのはある定数で、2分の1プラスルート5という数です。で、小数で近似すると大体 1.62 程度になりますけれども、この数に見覚えのある人はいますか ?2 分の1プラスルート5。誰かいませんか？うん。これ実は黄金比と呼ばれる数です。ちょっと黄金比自体については今は説明する時間がありません、取り上げませんけれども、まあ、ファイとしてこの黄金比が出てきます。で、まあ、こういう定理なんですけれども、証明はですね、多分この1番目の方は、これまでこう何度も皆さん授業などで耳にしていると思いますので、ここでは取り立てて取り上げることはしません。一応証明は酒井先生のこのテキストには載っていますので、必要な人はそれを参照してください。で、この授業の残りの時間ではこの2番目の方ですね、この
多項式中、この、あ、すみません、この乗与、ユークリッドの互助法の計算の回数が、ここの上階で抑えられるという話をしたいと思います。先ほども触れましたように、もし与えられた数の B の方が0ですと、まあ、ラムダは0となりますので、ここではその B は正であると仮定します。まあ、そうすると、まあ、ラムダは正の値になりますけれども、で、まあ、順番にこうラムダの値を考えていきますと、まず、ラムダが1のときですね。ラムダが1のときは、まあ、この不等式は、まあ、すぐ成り立つわけですね。そこで、一応、これからの証明は、そのラムダが1より大きいとします。でこの時に、次の事実が成り立つことを示します。i が0からラムダ1までの i に対して、この r のラムダマイナス i が、ファイの i 乗で下から抑えられるという事実に着目します。その証明は最後になります。で一応これを認めますと、この事実を認めますと、i イコールラムダマイナス1と置いて、で、まあ、対数を取りますと、ここでその R の1ですね、R の1が、ラムダ、ファイのラムダマイナス1乗で抑えられると、下から抑えられると。で、R の1っていうのは実は、この定義から B でしたので、でそこで両辺の対数を取りますと、まあ、こうなるわけですね。で、あとは適当にこう左辺と右辺の値を移動させまして、こうか。という定理の主張が得られます。ここまでいいでしょうか。そこで、その最後にやるべきことは、この箱で囲ったこの関係式の証明です。で、これは機能法を使って行います。まず、i に関する機能ですね。で、
i が0のときは、r のラムダは、1以上です。というのは、そうなるように、この乗与を順番に定めましたので、r のラムダは1以上ということが分かって、でこれは、ファイの i 乗で i が0のときに等しいので、成り立ちます。で、次に、i が1のときなんですが、これも、これですね、i のラムダマイナス1、r のラムダマイナス、r のラムダマイナス1なんですが、これは r のラムダプラス1で下から抑えられるということが実はここの乗与の定義から分かります。なぜかというと、ここですね。ここにありますように、この r のラムダっていうのは、この r のラムダマイナスには r のラムダマイナス1で割った乗与として定義しましたけれども、そこでこの r のラムダと r のラムダマイナス1はこのような代償関係が入っていますので、そうすると、r のラムダマイナス1っていうのは r のラムダより少なくとも1は大きくなければならないということになります。ですので、この不等式が成り立つと。で、実際これは、その今 r のこの前のステップからですね、r のラムダが1以上でしたので、これは2以上になるということで、でこの2という値は、実は π の1乗、すなわちこの黄金比の値を上回るということが言えますので、この場合も成り立つということです。であとは一般の i が2からラムダマイナス1の時ですね。で実はこのファイ、黄金比ファイというのは、この二次方程式、ファイの2乗マイナスファイマイナス1イコール0という二次方程式の根になっていますので、ファイに関してはこういう関係式が成り立ちます。でこれを使いますと、まずその3つのその乗与、続けて計算された乗与の間にはこういう代償関係が成り立つということに注意してください。でこれはそのユークリッドの互助法によるこの Ri の定義の仕方からこういうことが言えます。でここですね、この2つについてはすでに機能法の仮定が言えてますので、ここはファイの i マイナス一乗で下から押さえることができて、それからこちらは π の i マイナス二乗で下から押さえることができます。で、ここを
とファイの i マイナス2乗でくくりますと、1プラスファイとなりますけれども、実はこの先ほどのこの黄金比の性質で、これファイの2乗に等しいですので、全体がファイの i 乗で下から押さえられると。ということで、この i の時にも成り立ちます。ということで、ちょうど証明終了と同時にチャイムが鳴ってしまいました。ちょっと上げておきますか。もっとこの証明に関するコメントが若干ありますけれども、一応時間が来ましたので、それは次回の授業の最初から始めることにしまして、今度は拡張ユークリッドのご情報という話に進みたいと思います。ここまで何か質問などありますでしょうか。では今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。